バロンですか。いやただ T1 ここまでバロンで相当苦戦しますからね。さあ実も当然このバロンは警戒しているが、グマヨシが一番前頭、スネアから、そしてケリアの爆雷スリーバンダー、ターガマスも、そしてアンコスもこれは取れるでしょう。反転決まった。一度ブロークンブレードの足を止めさせて、そしてムーンショット、チャーム、フェイカーも合わせる。熊吉が持っていく。いやもう T14 切れ、バロンはおとりです。今まで何に苦労してたんですか本当に。このチームはこれができるんですから。本当に勝った瞬間オーナーめちゃくちゃ吠えてましたよ。いやそれだけ苦しんだんですよ T1。 熊吉もめちゃくちゃ笑顔でしたし、でもこの試合の熊吉本当に良かったですよ。もう本当にチーム全員がやっぱり集中力今までと、まあ、段違いに高かったですよね。最後のバロン戦に関してもやっぱりバロンのところ触ってしまうようでは自分たちもアルティメットがないのでなかなか苦しいという中で、グマユシをおとりにしてで相手を引きつけてサイドからキャリアが入っていくっていうのは完璧な、はい、バロンベイトのセットアップでした。いやーここまでずっとバロン周りで事故ってたチームとは思えないくらいの完成度の高さ、綺麗にバロンベイトで試合畳みましたから、めちゃくちゃ綺麗でしたね。まあ、そもそもそういうのがめちゃくちゃうまいチームなので今までがおかしかったんですけど、ちょっとここに来て本来の姿を取り戻したかなっていうことですかね。なんというか安心しましたね。